どうも、アルディです。以前動画で紹介したソニックセイバー2020。このマシンの各種を最適化し、ついにレースで戦えるマシンが完成しました。今回はその改造工程を見ながら、マシンの細部を紹介していきたいと思います。まずはリアローラー。私好みのリアローラーの配置は、下段にオールアルミ、上段にプラリングローラーというセット。この形だと、MA シャーシのサイドマスダンパーを使った場合、とてもジャンプの飛型が安定するので、この形を好んで使っています。今回のソニックに色が合いそうなプラローラーを在庫の中から見つけたのですが、脱脂しているのに、全く回りません。まずはローラーを回るようにしていきます。そもそもなぜローラーが回らないのか。それはローラーに圧入されている520ベアリングの圧が強すぎるためなのです。ですので、このローラーからベアリングを一度外して、圧を下げた状態でベアリングを再度入れていきます。用意するのは両軸マシンのカウンターギアとちょうどいい長さのビスとナット。それをこんな感じで組んでいき、ビスを回していくと、簡単にローラーからベアリングを外すことができます。外したベアリングは一応再度脱脂をします。ローラーは丸い棒ヤスリを使い、穴を少しだけ拡幅します。ここで穴を拡幅しすぎないように注意してください。そして脱脂したベアリングを拡幅した穴に落とします。私の場合はこんな感じで荒っぽくやってしまうのですが、ネットには他のやり方もいろいろと公開されているので、荒いのはちょっとと思う方はそちらをお試しください。で、穴を拡張したローラーはこんな感じで回るようになりました。比べてみると一目瞭然です。もうちょっとローラーが回るようにしたいので、もう少しだけ穴を拡幅すると、穴が広がりすぎてベアリングが簡単に外れるようになってしまいました。そんな時はこの瞬間接着剤でローラー穴の補修をします。穴の表面に薄く接着剤をなじませ、穴の大きさを調整しつつ接着します。この接着剤は低難度でサラサラしているので、とてもなじませやすいと思います。最終的にローラーはこんな感じで回るようになりました。ローラーがよく回るようになると、コーナーでのキレが格段に上がり、速度に大きく影響します。今回紹介した調整方法で簡単に回るようになるので、とてもおすすめです。
このソニックセイバー、私の中ではタミヤの公式大会への参加を想定している、いわゆる公式マシン。その公式ではフロントローラーは19ミリを使用するのが良いとされています。なので19ミリローラー用のスタビライザーを作っていきます。用意するのは AR シャーシのキットに付属しているリアブレーキとミニ四駆アルミシャフトストッパー。これは本来こんな感じでシャフトを押さえるものですが、今回はこれを使いスタビを作っていきます。まず AR ブレーキをカットして形を整えます。それをシャフトストッパーと組み上げ、こんな感じのスタビになりました。このスタビのいいところは、シャーシの色の数だけスタビの色も選び放題というところ。ソニックセイバーのカラーに合う赤いスタビを簡単に作ることができました。という感じでソニックセイバー2020が完成。ソニックの良さをそのまま生かし、あえてクラシカルな改造を施しました。ウィングを利用した提灯を装備し、リアにはボールリンクマスダンパー、シャーシのローラーステイを補強しつつそのまま利用しています。タイヤは台形ホイールにペラタイヤを装備し、26ミリ径としました。というわけでマシンを見てきましたが、いかがだったでしょうか。一見するとノーマルマシンに見えるような改造をしつつも、戦えるマシンに仕上がったと思います。コロナウイルスの影響でなかなかマシンを走らせに行けない現状ですが、シェイクダウンの暁には現在製作中の簡単 MA マシンを加えた、この3台が競い合うような動画を撮影できればいいなと思い、マシン製作を進めていますので、もう少しだけお待ちください。さて、この動画の最後に、今回のソニックと似たような提灯を使い、2015年のジャパンカップでとてもいい走りをしたマシンがあったので、そのマシンの解説動画をご覧いただきながらお別れしたいと思います。約6分の動画になるので、よかったらご覧になってください。それではどうぞ。早速1台のマシンがリタイアか、トップから戻ってきた。赤星の1つ、そして右薄チェンダーでローラーを落とした。ということは、ここそのしかローラーがない状態でしょうか。あ、トップ変わらずの1コース、その後ろから追い上げる1、2、3台のマシン、さあ、だいぶ広がってきているぞ。バッシャソニック2コースでしょうか。ちょっと今危なかったが、なんとか持ち込んないか。さあ、来たか、トップのマシンが今ボルタルバックをクリア、ラスト1周。次の番号をお呼びします。
今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、OK でーす。